自分の中にね、なんか余計なものがあるから、自分の外側に欲しいものを手に入らないと思うかもしれんけど、その自分の中にあるものって本当に余計なものなんですか？それって中にあるものもあんたのこと余計なやつと思ってるんですか？なんでその余計なもの同士が引っ付き合うんですか？引き寄せ合うんですか？お互いに相手のこと余計なやつと思ってる人たちがなんで一緒にいるんですか？おかしいでしょ、ね、言葉上のことをね、読んだらおかしいでしょ。で、言葉上のことじゃないっていうか、今の言葉では、今言った言葉で説明できてないでしょ。だから、あなた方のそれに対する感じも余計なっていう言葉が間違ってるんだね。で、あなた方に入ってるやつらもあなた方のこと余計なって思ってるんだ。それ間違ってるんだね。その言葉遣いしかないんじゃないですか。でしょ。それ解決できへんかったら、外側に何かついても、それこそそっちが余計なものになるやん。あ、今中が忙しいの、外に何かけても、ちょっと今忙しいから余計やからと。それは余計って言うので、今忙しいからちょっと、な、時間見て、後でねって。ちょっと手に余るから後で来てねっての余計って言うのか。あ、で、外が欲しがって、今中のことも何かけても、それどころじゃないやんと。中こそ余計やって言うのか。じゃあ余計っていう言葉の使い方間違ってるような気がするけどな。ね。まあ、自分の中身ね、解決できるようにね、その、させてくれないとしたらブラックシステムかもしれないね。外の世界でいろんなもの外でくっつけて中腐って。ニッチもサッチも外でどうしようもなくなってブラックに逃げてきやる。で、ブラックでそういう人たちを自分で考えさせるシステム。それがブラックシステムだったから、ブラックにはエタヒン以外もおったわけ。エタヒンだけがブラックにおったわけじゃないよ、もちろん。橋本徹って言っても、日本先住民じゃないし、エタヒンでもないし、もともとブラック人じゃないけど、在日の人やけど元アメリカね。だから、下っていう字は、パクを表す下に。橋の下じゃなくてね。パクってことね。川の民はむしろ、迫害された一例だけど、橋下って書くの、橋本。っていうのは、橋の下じゃないよ。川の民じゃないよ。パクよ、パク。ね。でも、ニッチもさっちも行かないんだった、あの家系、朝鮮半島で。いや、関西は実はね、キム系の渡来人、キムまで渡来人って、飢餓人の方なんですね。熊瀬から見てると。だから強いの、ね、よ。インとこってあのもう熊育ちをやってし。何回も日本で負けてしゃあないから朝鮮半島に退去してあって。私日本でずっと朝鮮半島の国境なかったからね。だから関西で、そら、金系が強いに決まってるやん。それをパク系がセットして、で、橋下ってその、橋の道路を工作員として送り込んだけど、まあしばらく、部落で預かって、部落は元ってか、ここの橋の時。そういう事情があるんだよ。朝鮮半島の戦争で負けたらしょっちゅう日本でかくまってくれてきはる。日本で力回復して、じゃあまた朝鮮半島に行きます。行きはる、ね。朝鮮半島が対中国の前線やったから。国土丸ごと国境や。丸ごと国境や。国土が朝鮮半島の対中国軍に向けて。だからほんま蛇の土地やねん。幕は敵が大変。パクとリは敵があったけど、もう朝鮮半島それぐちゃぐちゃになってる。もちろん日本もぐちゃぐちゃになってる。でも部落は最近まで独立で保っとった。ね、外国やねん、実は。日本国こそが日本列島にとってね。でしょ？だけど、そういうふうに部落システムって言って、差別されながら、ね、無税にしてくれたり、そんな時代もあったり、守られたわけ、独立で。だからかくまえるの。独立性を失った人たちよね。